はい、こんにちは。今日は京都大学の、交際員の問題を紹介するんですが、三角比、普段の生活で数学使う場面ってのは、ありませんけども、その中でも測量、測量も普段する人いませんが、測量なんかは三角比を使うされた例で、でその一番、昔からの例で言うと、星までの距離は昔どうやって測っていたか、今はもちろん全然違った高性能な測り方してるでしょうが、その昔星までの距離を測ろうとしたら、太陽と地球は、太陽の周り1年かけて一周するんで、ここが冬至だとすればこっちが夏至、そうすると太陽と地球までの距離って、1億5000万キロかな、光で約8分なんで、ここからここまで光で16分分の距離があると。で、ある星見ようとした時に、星の見え方は夏見るのと冬見るのじゃ、角度が違うといっても、実際には一番近い恒星で 4. 何光年なんで、辺の比で言うなら16分と4年、だからもう超とんがって、もう角度の違いがほぼ分かんないぐらいですが、一応こういう格好で、三角測量で距離を測ると。で、これもっと身近にしたものが、これが当然目になると。目、右目と左目、目の右目と左目で見る角度の違いから脳が一瞬にして、三角測量して距離を測っていると。だから片目つぶってこうやってやるとくっつかないと、両目開いてればくっつくと。で、だからですから、動物なんかだと、弱肉強食で食われちゃう方の草食動物は距離を測るよりも視野が広い方がいいから、こう脇に目がくっついてる。馬なんか350度見えると。なんで、競走馬だと別に怖がって逃げる必要はないんで、かえってそのびっくりしちゃいけないっていうんで、ブリンカーっていうこういう後ろを見えないようにする装置つけてますが、じゃあ一方食う方の肉食動物だっていうと、特に猛禽類なんかだと高い空からちっちゃい動物、地上のものまでの距離を正確に測る必要があるから、猛禽類は目が前にくっついてる。他の鳥は大概横について捕食されないように逃げるっていうようなことになってます。それは余計な話として、これ、コサイン5シータ、要するにこれ、5倍角の公式求めなさいっていうだけの問題なんですが、5倍角の公式だったら、コサインの、3シータ足す2シータとかって、加法定理使えばできますが、これ、3倍角ですら、あんまり、2シータ足すシータにしたくない、ドゥーマーブル使った方が、はるかに楽だと思ってるんですが、5倍角なんかだったら特にそうな、ドゥーマーブルを使った方が楽だと思います。ドゥーマーブルの定理は、コサインシータ足すアイサインシータの N 乗がコス5シータ足すアイサイン5シータと。なんでこうなるかは、証明した問題、動画を貼っておくんで、見て、ちゃんと知識として入れておいた方がいいと思います。で、これを使えば、要するにこれを展開した時の実部がコス5シータになると。なんで、これ展開した実部イコール5シータ、コサイン5シータと。で、じゃあ5乗はしたらパスカルの三角形を使えば、6、4、1で1、5、10、10、5、1、これが5乗の展開で、で、実部はサインの偶数乗のところだけ実部になる。ですから、ここは0、サイン0乗だから当然、実部。で、ここは、コス4乗、サイン1乗だから、虚部で、ここは、コス3乗、サイン2乗だから、2乗なんで、マイナスで実数と。で、ここも虚部で、ここが、コス1乗、サイン4乗なんで、i は4乗するとプラスになるから、そのまま、このケースと。ということで、じゃあ、コサイン5シーターは、まず、コス5乗スイーターで、ここですからマイナス10コス3乗スイーターサイン2乗スイーターと。で、ここはプラスで5コススイーターサイン4乗スイーターと。じゃあ、あとはこのサイン2乗と4乗をコスに変えればこれも出来上がると。じゃあ、ここはそのまま で、ここは普通にコス3乗スイーター、カッコ1引くコス2乗スイーター。で、じゃあサイン4乗スイーターだけちょっと
別で、1引くコス二乗スイーターのさらに2乗なんで、1引く2コス二乗スイーター足すコス4乗スイーターということで、プラス5カッコ5コススイーターカッコ1引く2コス二乗スイーター足すコス4乗スイーターと。あとはこれを整理すればおしまいと。コス5乗はここにマイナスマイナスプラス10プラス10と、あとここにコス、ここにプラス5あるプラス5、プラス5とプラス10と1個で16コス5乗スイータで、偶数乗はなくて今度3乗、3乗はマイナス10とここに5にマイナス10なんで、マイナス20コス3乗スイータと。で、あと1次は、ここにはなくて、ここに1個ある。プラス5コススイータと。これで、コサイン5スイータの5倍角の公式出来上がると。で、そしたらじゃあ、まあ、要するに、コススイータを入れて、こうなる。すなわちこうなるっていうのは、求める式は F カッコ X は 16X5 乗マイナス 20X3 乗プラス 5X と。まあこれはカッコ1番の答えと。で、カッコ2番はまあ当然それ使ってねという。カッコ1番はもう大きなヒントです。カッコ1番使ってくださいと。そうすると、コサイン10分の π っていうのは、コサイン 5×10 分の π の5倍角。なので、この、今、カッコ1番で示したように、コサイン 5×10 分の π っていうのは、16、まあ、コス5乗10分の π、引く20、コサイン3乗10分の π、足す5コサイン10分の π ということになっていて、で、コス 5×10 分の π っていうのは、コス2分の π なんで、これ0ですと。じゃあこれイコール0ですと。じゃあそうすると、これイコール0。じゃあこれ、じゃあコス5、コス10分の π を、まあじゃあ x で、じゃあそうすると、16x5 乗マイナス 20x3 乗プラス 5x が0ですと。じゃあこれ x で含ってやると 16x の4乗マイナス 20x の2乗足す5イコール0と。で、今 x っていうのはコサイン10分の π なんで、これは0じゃないですと。コサイン10分の π は0じゃないんで、そうするとじゃあ 16x4 乗マイナス 20x2 乗プラス5が0であると。じゃあそうすると以下同様に、ここが、コサイン 5×10 分の 3π にすると、これもやはり、コサイン2分の 3π なんで、2分の 3π はここだから0ですと。じゃあ全く同じ話になって、じゃあこれじゃあ x1 とすると、x2 は、コサイン10分の 3π が0じゃなくて、やはりこの式を満たすと。まあこれがですから2になったものを満たすと。で、今全く同じ話で、コサイン10分の 7π の5倍も、やはり、コサイン、2分の 7π。2分の 7π は3と2分の 1π なんで、やはり0ですと。じゃあ以下同様に、これら、この2つも、こういう形の方程式の解であると。そうすると、で、しかも、コサイン10分の π も10分の 3π も10分の 7π も10分の 9π も明らかに全部異なる数。ってことは、この4次方程式の4つの解っていうのは、この4つですと。じゃあ結局、16カッコ x マイナスコサイン10分の π。x マイナス10分、コサイン10分の 3π。x マイナス10分の、コサイン10分の 7π。
x マイナス cos 10分の 9π と。この方程式はこう因数分解されるはず。なんで解と係数の関係から16、じゃあこれ ABCD とするならば 16ABCD がどうくるか、この5と。なんでこれは 16ABCD は16分の5であることが示せましたということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。